だってなるだると年中ほったらかして知るふり、そうやって口調にして育ったこいつが人生ってわけなんだ。本当はちょっとだってあったはずが、愛に根性もなくしつけ悪いどうしようもない。こうなっちゃこっちだって言えてるすんだけで会社を攻撃した、yeah、いつまでこんな日々続けりゃいいんだ。悩みの種まいたとにしらんとも、お前のせいだぞこの役立たず、お前のそこらのトップが生活だってかなりヤバい、面倒見切れるほど裕福じゃない、そうじゃない。そうなっちゃしょうがないと思いたくないが、僕も手いっぱいさ、もっといつと親が見つかりになって段ボール用意する間に戻るかも。